こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ね何話そうかななんて思ったんですがね、またね新しいね YouTube の、チャンネルっていうかね方を見つけまして、小林聖華さんのね話がねすごい多いのかな。それでねまだね一番最初の動画がね4週間ぐらい前で始めたばっかなようで、ですがねもうチャンネル登録者さんがね今日先ほど見た時点でもう800人を超えて、確か昨日見た時まだ700人ぐらいだったのかななんて思ったんですけど、一気にね1日で100人ぐらい増えてるようなそんな方なんで、まあね あっという間にね1000人超えて、自分もねあっという間にまあ追い抜かれていってしまうんだろうななんていうそんなね方なんですけど、まあその方っていうのはね整体師の淳さんって方で、それで今回のね話がねすごい自分はね良くて、まあ胸が熱くなったっていうかね、なんかジーンとしてしまって、それでね目頭もちょっとね最近涙もろいんで目頭もねすごい熱くなってしまった、そんなね話なんで、それをね話してみようかななんてそんな風にね思いました。まあ、またね、概要欄のところにねその動画のね URL、 整体師の淳さんのね、まあ、動画の URL 貼っとくんで、もしよかったらねそっちをね見てもらった方がちょっとね僕のようにね感動できるかもしれないですけど、僕のね話だともしかしたらちょっと感動に欠けるかなみたいなねそんな風にね思うんで、もしよかったらね、概要欄から撮ってみてください。はい、それでねその話っていうのはね、まあ、小林聖観さんのね話で、自分が太陽になる 33.3% の笑顔っていうそんなね話でして、まあ、小林聖観さんっていうのは、まあ、生前2ヶ月に1回合宿みたいなねそんなのをねやってたそうです。自分はね小林聖観さん本当ここ最近に知ったばっかで、全く小林聖観さんのことねよく知らないんで、いろいろもっと知りたいななんて思ったんですけどね、残念ながらお亡くなりになってるっていうことでね、まあなんかね2ヶ月に1回合宿をやってたってことで、そのね合宿に参加されたねご婦人がこんなね相談をしたそうです。まあそのねご婦人のねご主人様っていうのはね結構気性が荒くてね、いつもね怒鳴ってばっかりいる、そんなねご主人で、それで結局ね息子さんもねそれにね萎縮して、まあ、引きこもりになってしまって2年間ねもう部屋から出てこないそんな状態になってしまったんですが、まあ家の中がね暗くて笑顔が全くないそんなね家庭になってしまったんですが、どうしたらいいんでしょうかみたいなそんなね相談をしたそうです。そしたらね小林聖観さんはね、あなたの顔を見てても全然ねこう表情がなくて、まあ、笑顔がなくて、このね3日間合宿中の3日間も一度も笑いませんでしたよねって言って、そんなねことを言った後、あなたはねまあご主人を明るくしたい、息子さんを明るくしたいんですよねって言ったら、なんかご婦人がはいって言ったらね、じゃあ提案がありますっていうことで、まあそのね家庭が100としたら、まあ、3人家族で住んで1人がね、まあ、33.3% っていうことで、まあ今からねこの瞬間から、まあ、ご主人のこともね息子さんのことも忘れて自分のねための人生それをね楽しんだらどうでしょうかみたいな感じで言って、まあね今からねご主人もねそういうご主人を無視して息子さんも無視して、それで自分だけねそうやって明るくなっていればね家の中の 33.3% がね、まあ、明るくなるんですので、そうしてみたらどうでしょうかっていうことをね提案したそうです。でもねそのご婦人はね、でもねまあ、ご主人がどうだ息子がどうだっていうね言い訳みたいなそんなことをね言ってね、結局ねまたね2ヶ月後にねその合宿会った時にまたねそのご婦人に来てたんですが、やっぱ人生変えたいっていう風にね、まあ、強く思ってたんでしょうかね。だけど結局ねまたその時も暗くて笑顔がないそんな状態でいたそうです。それでまたね同じようなね相談をしてたっていうことなんですが、それでねまたねその2ヶ月後またねそのね合宿にね
そのご婦人が来たんですが、今度はね、ニコ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 、すごいね、笑顔で来まして、それでね、みんなもね、まあ、全然、前とね、違うんでね、びっくりするくらい変わってたっていうことで、なぜね、そうなったかっていうとね、まあ、小林聖佳さんのね、その話の意味がね、やっと分かって、もうね、子供、息子さんもね、ご主人のこともね、もう、考えないようにして、それで自分のためのね、人生だから自分が楽しもうっていう、そういうふうにね、思ったそうで、それで、大学時代に、社交ダンスをやってたそうで、それをね、まあ、地域のカルチャースクールみたいでね、またダンスを始めてたら、それがね、まあ、結構楽しくて、まあ、こう、まあ、ワクワクしてたら、夕飯の支度をしてたらね、息子さんがね、最近お母さん変だよって言って、なんでそんなにね、楽しそうなのみたいなことをね、聞いたらね、もう、お父さんのこともね、あんたのこともね、もう、どうでもいいみたいな、そんなことを言ってね、まあ、自分はね、自分の人生楽しむからね、あんたちはね、自分、そんな好きなだけね、引きこもってなさい、みたいなね、そんなことをね、言ったそうです。そしたらね、その息子さんがなんとね、僕もダンス行きたい、みたいな、そんなことをね、言って、それで結局ね、息子さんがね、一緒に行くようになったっていうね、ことで、それで、まあ、家の中がね、33.3% 明るかったのがね、66.6% 明るくなって、それでまあ、そのね、合宿の時、それをね、話されたそうです。なのでね、まあ、一人がね、こう、太陽になって、まあ、ニコ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 して明るくなればね、まあ、暗いところでもね、こう、明るく照らして、それでみんなをね、明るくしていくっていう、そういったね、ことがね、できるんだなぁ、なんて、そんな風にね、思いました。それでね、小林聖佳さんはね、悟りっていうのはね、まあ、受け入れることっていうことをね、言ってたんですがね、まあ、そういう現状を受け入れて、まあ、まあ、自分がね、楽しむ、そういったことをね、すればね、周りもね、変わっていくんだなぁ、なんて、そんなことをね、言ってたのかな、そんなようなね、話をしてたんですが、自分もね、最近、会社でね、まあ、ニコ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 笑顔でね、まあ機嫌よく仕事をねしようなんて、そんな風にねずっとやってるんですがね、ちょっとね周りをねこう影響を与えてるっていうことはねまだできてないんですが、でもね自分がねそうやってニコニコすることによってね、まあ前はねめんどくさいなみたいな感じでね、なんか仕事かんだるいなみたいな、そんなね気持ちでね仕事結構やってたんですけど、それもなくなって、まあ仕事のね効率もいいですよね、ニコニコやってれば。なのでね、まあそれでね周りをね、まあまだ変えられることは、まあもともとね、そんなにね暗い会社じゃないんで、まあそんなに影響はないのかななんて思うんですけど、ただね自分がね、自分自身がすごくね、まあ、変わってきてるっていう、まあ、ニコニコしながらね、機嫌よく仕事してると、自分自身がね、こう、やる気になって、まあ、自分で自分を照らしてる、そんな感じなのかな。まあね、そんな感じでね、今やってるんで、まあ、そのね、話もね、息子さんがね、まあ、引きこもってた息子さんもね、こう、お母さんのその影響で、こう一緒にダンス行くようになったっていう ところでね、自分はね、ジーンとしてしまったんですが、まあ、自分がね、こう、体温になっていれば、周りもね、照らして、まあ、その影響で、まあ、明るくなるのかな、なんて、そんな風にね、思いました。はい。ではね、ちょっとね、自分の話だとね、まあ、ジーンと来ることないかもしれないんですけどね、まあ、また概要欄に、その、整体師のじゅんさんのね、URL 貼っとくんで、そこを見てみてください。はい。ではね、今日はね、その整体師のじゅんさんのね、いい話、本当にね、自分は、こう、胸が熱くなった、そんな話のね、その話をね、しました。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。